まあ徐々に回復する傾向もあったんですが、7月に、いわゆる放射能物質に汚染された稲わらが流通をして、肉牛の方に、まあ検査をすり抜けた基準値以上のものが流通したという報道がありまして、私どもはもちろん乳牛をもとにした牛乳工場なんですが、一般の方から見ますと肉牛も乳牛も同じくやはり捉えたんだと思います。問題がないのかというお問い合わせはたくさんやはりいただきました。でその時お答えしてたのは、乳牛はですね、あまり稲わらは食べません。ゼロとは言えませんけども、乳牛は別な飼料を食べてますので、牛乳に移るということはないというふうにお答えをしてきました。しかしやはり、消費者の方は今、そういった面では不安が多いということで、その問題以降ですね、さらに牛乳から離れていくというか、不安がやはり残っている方が増えたという状況もありました。まあ、調査をした内容では、原子力発電所が爆発する前に外に放置してあった稲わらに放射性物質が、溜まっているんじゃないのかと。したがってその餌を食べた牛の肉に、セシウムが検出されたという内容のようです。問題はですね、やはり、国の対応とか、その予測できたことが防ぎきれなかったということはやはり一つのミスではないかなと思います。我々の同じ環境、牛を飼育している環境、それは同じことでありますので、やはりその当時外にあったものが餌になったということは大きな、やはり行政の不手際であり、注意勧告が足りなかったのじゃないかなというふうに思っております。私ども福島県の酪農家は外にあった餌は使用しない、屋内にあったものだけを与える。で現在もですね、今年育てた牧草は飼料として与えていいという解除があったんですが、現在もまだ自主規制で、今年度は私ども酪農家の方には福島県で採れた餌を与えてはおりません。流通しているものは安全であるということを国も県も言ってきたわけなので、それが、流通してしまったというのはやっぱり消費者の方にとっては大きなやはり不安材料になったのではないかな。牛乳自体はですね、解除後すべて検査をして、セシウム要素とも不検出の状況の中で製造販売しておりますから、問題はありません。しかし同じ食品の中でもそういった問題が起きたということは、食品全体に不安を投げかける結果になったのではないでしょうか。やはり福島県からですね、特に小さな子供を持つご家族が避難をして、福島県は人口が、4万人ぐらい減少しているといいます。したがって当然ながら消費も低迷すると。あとはですね、やはり福島県の農畜産物に対して不安があるということで、買い控え、また、他の産地を指定する方が増えてきています。それによって私どもはですね、現在震災前の売り上げから2割強の売り上げが下がっております。やはりいち早いですね、
問題の解決をしていかないと消費者も常にストレスがたまりますし、そこで行っている産業も私どももやはり維持していけないということになりますから、できる限りですね早くそういった問題を解決しなきゃいけない。ただしですね、今回に限っては普通の天災とまた違うと、時間が解決してくれるにしても長すぎます。ですからやはり従来の天災型の支援、復興活動だけでは収まらないというふうに考えますね。今までと違うやはり対策が必要なのではないでしょうか。特に放射性物質は目に見えない、また各行政の発表するものが、後手後手になっている、信憑性も問われているという中ではですね、やはり長い原発と同じように長い時間かかるのではないかなと。ですからもう抜本的な支援の対策をいただかないと、ますます風評は拡散していくのではないかなというふうにも考えます。我々のできることはとにかくやっていかなきゃいけないと思っておりますが、いかんせん放射性物質に関しては我々で対応しきれない部分があります。何ができるのかというと、やはりより多くの消費者の方に正しい情報をお伝えする。また万が一何か問題があった場合は自分たちで規制をするという姿勢が必要なのかなと思います。そのためにも国や行政のが細かな情報の開示、新たな検査方法の見直し、そういったものも必要になってくるのではないかなと思っています。私ども普通であれば企業努力で全てやっていかなければいけませんが、今回のことに関しては国も東電も地方行政も地方の産業企業もですね、やはり一つになってやっていかないと全ての消費者の方には伝わるということはないのではないかな。どこか一つが欠けてもダメなのではないかなと思います。今までずっと使ってきた言葉として安全安心という言葉をお伝えしてきています。ですから今このような状態でもそれを崩すということはありませんので、そこはやはり信頼をいただいてですね、お客様にも支えていただきたいと思います。で、私どもはお客様の健康につながるようなものを提供していきますので、ぜひとも今までの信頼関係を維持させていただきたいと思っています。そのためにはこちらの方からお伝えすべきことは順次お伝えをしていきますので、正しく情報ををお取りいただいてご理解いただきたいと思います。またいろんな機会に我々も出向いて直接お客様に対話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。やはり福島の復興のためにはですね、頑張るだけでは復興していかない、やはり何か具体的なアクションが取られないと復興には結びついていかないのではないかなと思っています。私どもは毎日牛乳を製造販売をしているわけですが、やはりそこから変わられている方もいると。同じ業種であっても福島と別なところの方々は忙しいで、私ども福島では、元に戻すために毎日、頑張っていくと、そのような全く逆なですね、
状況が今あるのではないかなと思います。ですからそれを打開していくためにはやはり、福島の産業、まあ、私どもは食品になりますが、やはり国や今回の責任のある東電がですね、福島の産品を買い上げてもそれを消費に結びつけていく、そのような策がやはり必要なんじゃないでしょうか。そうでないとですね、企業で頑張りなさいと言っても今回のケースだけは限界があるのではないかなというふうに思っています。ですからこれから新しく具体的な復興策が示されていくことを我々は期待をしております。やはり福島の農業産業を維持していくためにはやはり、県民一丸となってやっていかないと成り立たないんじゃないかな。でそのために何が心配で不安なのか、それが解決すれば一丸となれるのか、今多くの県民の方も、大丈夫だという方、いやそうでないという方、たくさんの人たちがいます。絆という言葉もありましたが、やはり一緒に生活する住んでいる人たちがそれぞれ別なことを言っていたんではなかなか早い復興にはつながらないのではないかなと思います。ですから、やはり本当の意味で絆を作ってみんなで立ち向かっていきたいと思っています。